I'm back, welcome back, I'm makeup artist based in New York ってことで今日はうさとにパイセンでーす。ヤッホー、うさとにパイセンです。お願いします。本当ありがとうございます。なんか僕らのね、こんな3人に遊びに来てもらえるなんて、いやありがたね。たぬきくんも、たぬきさん、たぬきさんですね。たぬきさんも一緒に、まあ今日はね、ちょっとこう、まず乾杯だけさせていただいて、元気な感じで。早いな。ずっと我慢しとってパイセン開けましょうかね。お願いします。じゃあちょっとありがとうございます。はい、ちょっとありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。もう、あ、うまっ。ずっと我慢してた。なんかパイセン好きって言うからありがたいなと思って。はい、はい、好きです。はい、で今日はね、もうほんまに僕メイクを上手くなって帰りたいって、僕ニューヨークいるんですけど、はい、上手くなって帰りたいってことなんで、パイセンにギャルメイク、僕ね実はされたことないんですよ、ギャルメイク。似合いそうですよ。似合いそう。この鼻でかいですけど、目でかくて鼻でかくても大丈夫ですか？全然 OK。 もうやってもらおうかな。はい、ということで、鼻でかいと、誰が鼻でかい、誰が鼻でかい。ということで言うてますけれども、はい、じゃあ今日はギャルメイクやっていただきたいと思います。はい、Are you guys ready? Let's フォトジェニック。今からメイクしてもらうんですけど、根元だけメイクしてもらってもいいですか？で、今からパイセンとロケで撮影しに行くか。ちょっと根元だけお願いしてもいいですか？大丈夫です。はい、じゃあガッツリお願いします。はい、じゃあカラコンをまずつけてもらうんですけど、はい、カラコンつけたことはありますか？何回かあるんですけど、めちゃくちゃ下手くそで。本当ですか？自分でつけられたことは一回もないです。はい、でもつけられたことはあるなら多分いけます。はい、14.4 ミリのラベルの青系の、はい、結構パキッとした感じ。こんな感じです。うん、あ、じゃあ透明感がちょっと、そうですね、あ、結構強めになります。強めになっちゃう。強めギャル。グー来たからそんな感じで来るんですね。あ、もしかしたら、あ、うまい、あ、しゃしゃよかった。あ、きれい。ね、ポイントさん、こっちに見て。ギャル、最初からいた、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 しっかり入った。見ていいんですか？はい、ハーフ顔ですね。ハーフ顔だったな。私と同じ感じの目ん玉にしていこうと思います。はいはい、嬉しい。今の楽しいわ。私マジで飲み続けますよ、うん、本当に。飲ますか？一番やばかった時3日ぐらい飲み続けたことあって、途中で大阪挟みました。気づいたらやばい。新世界で飲んでる。どうなるんですか？楽しすぎて。そんな強いんですか？結構強いです。うん、もうお腹チャポチャポってことですよね。チャポチャポ5リットルぐらい飲んでんじゃないか。本当に本当なんですよ。もうどうですか、22歳の時にギャルメイクして渋谷でマフラーでひげ隠して歩いたことあるんですよ。え、すごい。そしたら声かけられて、その時まだ 細かったんで、うんうんうん、こんなんですけどってひげ見せた時に、キッショーって言われて、キッショーって。シンプル。メイク人にされるのってもうつぶりやろ。結構前ですか？よくないっすね。そんなに？すごい綺麗、目が綺麗。嬉しい、ありがとうございます。これコンタクトのせいで綺麗くなってるんじゃないですか？もう形がいいです。すごくアーモンドアイ系。こんな感じ。え、かわいい。めっちゃかわいくないですか？結構ますよね。え、めっちゃかわいい。まだフィルターがない時代っすよ。強っ。超かわいいよ。かわいい。かわいいよね。ね、ドラ見た。ギャル、ギャルやったんすよね。こっちのギャルやったんですか？僕らの世代はテクパラやったんですよ。はいはいはい、テクノとかの方でやったんで。踊れそうっすね。踊れてたんですけど、もう忘れましたね。体操見はいとか。あ、こういうやつ。あ、こういう。みたいな。パラパラの進化系。懐かしいな、パラパラ。僕ら高校生の時だったけど、昼のクラブ？はいはい、それでね、みんな英語でやってましたよ。まあ、それこそ僕、はい、そうっすよね。もう今ないんすよ。ないですよ。あったら絶対やってたんで。あれ配ってたっすよ、パークの。フライヤーとか。フライヤー。指パラとかやってました。何ですか？こうやって練習できないから指でこうパラパラ。ああ、はいはい、やってたやってた。授業中とかにこうやって。やってた。あ、綺麗についてる。よき。奥様必見ですよ。パイセン、僕らがファッションショー復活したらちょっとメイクしに来てください。はい、したいしたい。全員僕モデルメイクやっていく中で一人ギャルあるんですよ。パイセンやったやつやりたいな。
めっちゃおもろいですね。突然やった、分かりましたよね。告知です。あれ最前です。絶対で告知しないです。最前院の告知しないです。最高。そしたら下を書きます。ここにオーバーラインを一発でいけるのマジでうまい。これこの後ね、パイセンの方で僕らメイクさせてもらうんですけど、下手なメイクできないと思って。かわいい。ありがとうございます。普通にね、うまいっすよ。なんか目触られてる時ってなんかジュン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 って来られると結構あるけど、うん、それがね、もう一発でプンプンプンってくるから、ね、初めてじゃないですから、ケイトさんのコンペクションなのに。嬉しい。これちょっと僕ね、後で練習しましょう。いい、綺麗。これなかなかプロでもしてる人にある。ほんまにね、はい、プロの人でこれかけるなかなかないですか、ね、マジっすか。流れがあって、例えば、うん、ビューティービューティーから来る人と、ファッションが好きで来る人って中で、そのビューティーだと、例えば美容部員さんとかみたいにこうメイク業界こう走ってくるじゃないですか、うん、だからメイクメイクばっかりしてくるけど、ファッションって意外にファッション業界から写真撮影のメイクをしてくるんです。だからアート性がないとダメとか、求められることめちゃくちゃアート性があったりとかして、細かいテクニックってとこ追いついてないとこ、でそこを2個ぐらい抜けた時がもうビビるぐらいのテクニック持ってる人たちがいるとこに来るんで、そう。ちょっとね、こんな感じで進んできたんで、反対側はダイジェストで撮っていきたいと思います。 I got ready, let's photogenic。 楽しみに。 Please subscribe、 チャンネル登録よろしくね。の話ってよりかは、宇佐谷さんの話も聞きたいです。そうですね。いやでも私はマジでなんかファッション系の学校行っとけよかったってめちゃくちゃ思ってます。なんですか。なんかすごい好きだから、六本木とかのツタヤとかに売ってんですよ、海外の本とかが。うん、ああいうのめっちゃ買い漁ったりとか、すごい可愛いなって思うだけで終わっちゃうのが悔しくて、作れないし、そういうののなんかファッションセンスもそこがないから、いいなって思う。ファッションセンスずば抜けてるじゃないですか。私だってランズキ買ってましたもん、雑誌だけ好きなんで、それファッションが好きなんで、はいはい、そういう雑誌を買いに行って、うん、そういうのを見てやっぱりファッションで素敵やなと思ってました。わかります。私も雑誌とかも 6冊ぐらい毎月買ってました。すごい好きすぎて。そういう時代ありましたよね、400円時代。うん、あ、そうですよね、そうですよね。僕らの時もしかして300円時代だったの。今回日本から帰ってきて、あの時買っちゃったメンズエッグどこ行ったんやろうと思って。メンズエッグ夏。目バッキバキですよ、ケントさん。かわいい。めっちゃ太いに見えますね。そうなんです、このつけまつげ。だからなんか感じてたんです。目がプリン。そうそうそう、なんかつけまの芯が硬いと二重になりやすいっていうか、グイってなるんで、目が彫り深くなるんですよ、それだけで。涙袋でどういうペン使うのが一番ですか。これですね、私は。これをダブルラインエキスパート。欲しい。あ、じゃあチェックチェック。ミューラーテクレート結構少ないですか。うん、確かに。でも本当にメイクさんですよね。なんかメイクアップアーティスト、うん、100人ぐらいギャルメイクしてるんで、昔からプロフェッショナル。完成。完成ですか。かわいい。良き。まずこっちに触れよう。まあもう僕も今思ったんですけど、このまま触れないでいこうかなと思ったんですけど、まあこれはね、この髪の毛と僕らがこの後さらにパイセンのチャンネルでスタイリングとメイクがっつりやっていきたいと思うので、はいはい、お願いします。また雨。バックトゥザフューチャーなんですけど、はい、見たいっす。まず、はい、見ますか。見ていいですか。見ますよ。じゃあ、はい、さあさあにに、ででーたん。てん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 てくな。やば、待って、かわいい。かわいい。え、こんなことなんの。待って、鳥肌。僕、
めちゃくちゃいいメイク。うわすごっ見て。めっちゃ足りがたいビビる嬉しい。めっちゃすごい、ありがとうございます。感動、めちゃくちゃ感動す。よかった、ありがとうございます。マジ可愛い、メイクしやすい目でした。ありがとうございます、てかめちゃうまいなと思ったんで、ぜひね、またなんかおもろいプロジェクト考えた時にちょっとなんか一緒にやれたら嬉しいなと思います。本当今日はありがとうございました、来てくれて。なんでね、この髪の毛、はい、僕らバチバチこの後決めていくんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ動画良かったなと思ったら、いいね、チャンネル登録、コメント&シェアでお願いします。で、配線のチャンネルは下に貼っとくので、ぜひぜひ皆さん遊びに行ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。残念、バイ。バイバイ。髪の毛どうしたんですか？髪の毛、ここら辺に拾ってつけただけ。めちゃめちゃ似合ってますよ。はい。ギャル。ギャル。